はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずジョブですね、シルバーチャリオッツを手に入れたんで、まあ U をシルバーチャリオッツにして、まあこの洞窟を抜けていくところからやっていきたいと思います。一瞬で抜けたな。必殺技、必殺技とは時間をかけて貯めたパワーを一気に放つ強力な技。はあはあ、必殺のビート。ブレイブを10回使う、魔法5回使うといった具合だ。なるほど。能力上昇、 BGM が変化する。あ、なんかあったなそれ。いろいろカスタマイズができると。月の民は戦闘民族だ、なめるなよ。どういうこと。あれ、もうこれエタルニア公国総司令部。レベル7からレベル12か。推奨レベルは今いくつ。 7。 いつもギリギリだな。こいつここにもいる。どこにでもいるな。こっちはいけない、いけないですね。とりあえず正面から突破するか。あー、いけない。おお、普通に兵士が出てきてる。ライトニングでいいや。帝国剣兵、見て強い。お、ライトニングに弱いこいつら。攻撃力は高いっすね。正面突破は不可能か。じゃあこっちから行こう。ん？こっち？え、ないないない、ここがメインってなってるけど。あ、ここか。これは生命維持装置だよ。ここ。なるほど、この中にティーズがいるのかな。あの薬液に入れることで。よし、じゃあこの装置どうやって入れんの。これであとは侵入者の形跡だと。見つかった。あっちの方で物音が聞こえ。何、こんなところにいたら。あ、だったら。え、どこだよ、ちょうどいい隠れ場所って。こっちは何もない。てかさっき帝国憲兵に見つかっただろ。戦闘したんだから。こいつらこいつら。一体。おー、強い、攻撃力が強い。適正 B になったけど。回復、魔法を使えるやつがいないと思うんだけどな。ローソンで回復するしかない。足りるかな。え、どこ。じゃあこの抜け穴がここに繋がって、ここは私の部屋なの。鍵持ってるの私だけだし、他の場所よりは安全。イデアさんらしからぬ。らしからぬって言って、こっちにはイデアらしい武具が陳列してあるわよ。その武器持ってこいよ。らしいってどういう。あら、これは日記か。キャー、それはムググー。いや、ここにいても始まらないだろう。イデアさん、
ああ、お父様とお母様。イデアさん、俺。うん。お父様とアナゼルは、アニエスを守る。え、そして死んだの？私は以前、お父様に逆らって、よく知るもの。初めて知るもの。大穴を消し去った後、アニエス、これまでずっといがみ合って、何度も何度も話し合いを重ね、そう。あの調印式、世界中が望んでいたわ。皇帝は、それを台無しに、私が皇帝と戦うのは、あってもって、この悔しさを、イデア。異常発生だと、白魔導プラントへ急ぐぞ。お、なんかあったの？また一階に戻る。うるさい！奴が目覚める前に、ティーズさんが目覚めたのか？ We have to hurry! あいつらよりも、ちょ、マグノリア、待ってよ！ジャイロセンサーを使用します。任天堂 3DS 本体を平らな場所に置いてしばらく、ああちょっと待ってどういうこと。まあいいや。おお、なんかいる。おお、なんかやってる。脳波の乱れは落ち着いてきたようだな。脈拍はやや低下しているようです。傾けることでいろいろ見れる。排気システムの状態は問題なくスタンバイ状態を維持しております。こっちはもっとこっち行けんの。おお、帝国兵。哀れなものだ。うるさいあれからずっと眠ったまま。起きたよ、起きた。これがかつて世界を救った英雄の末路なのか。お、こっちに怪しい奴がいる。こいつ科学者か。おお、なに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 、見えん。すぐに予備電力に切り替えます。電気が落ちたの。切り替え完了。電力順次復帰します。これ水の中にいて大丈夫なの？あれ？なんかいる。ショータイム。あ、こんな強かったっけ？おお、頑張ってる頑張ってる。おお、こっちは何人もいない。勝手に頑張ってくれるのかな。おお、フリーザだ強い。こんな技使えたっけすっぴんのはずなのにな。大丈夫みたいねよかった。おお、なんか来た。おお、なになになに。バイオハザード発生だよこれ。おー、やるだ。奥の手？ザ・ワールドだ。あれ、俺動けるよなんで。他の二人どこ行ったの？ちょっと待っててね。これあとどこ見れるんだ。あ、上とかも一応見れるんだ。あそこでなんか闇の力みたいなのがあるんだけどもしもし、こっちよ。どっちだよ、これ後ろ向けないんだけど。こっちだってば。どこだ、どっちだよ。わからん。あ、いた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 。Good morning, Tis. 私はマグノリア。マグノリア。この角度ちょっと大変なんですけど。あらら、
まだ眠そうね。そっか、ずっと待たせちゃったもんね。どういう角度がいいんだ。こういう角度か。横だった。あなたが羨ましいわ。ああ、なるほどね。こうやるのね。あなたは私が絶対に得られない幸運を持ってる。この角度大変。ちょっとこの DS の傾き加減が。私と同じ時代を生きられるって幸運をね。さあ、行くわよ。どこへね。ああ、いいところ。ちょっと早く連れてって。この角度大変なんですけど。え、ないないない。どうすりゃいいの。ああ、進んだ。ここまで来れば大丈夫ね。よいしょっと。廃人じゃねえか。え、じゃあこの人が。ティズ、ティズ大丈夫なの。ダメっぽい。おはよう。どうしたんだよ、イデア。いきなり。だってティズ。ああ、そうか。結構髪が伸びてるな。あのティズさん。あ、おはよう。ユーゼネオルシアと申します。聖教騎士団の騎士で。ファン？僕が。私はマグナオレア。あ、覚えてるよ。なんとなく。ありがとう。あら、そんなの。世界を救った英雄と聞いていたのに。これがティズなんだよ。でも外見はすっかり。そう。おわ。いえ、ワイルドでかっこいいです。ええ、なんかおしゃれを褒められたことなんてないのに。でもその顔をまっすねえ、アニエス。ただいま、アニエス。でも、これは…アニエスは今、どこでどうしてるんだい。それが…ティズ…サクッと説明しよう、サクッと。そうか、状況が分かった。じゃあ行こうかって。え、行くって決まってるじゃないか。そのアニエスを助けに…アニエス、僕も君を助…英雄の力、どうせ弱いんだろうな。兄、ありがとうございます、ティズさん。よし、これで仲間が。アニエス様たち。おお、仲間になった。絶対弱い。レベル7とかそんな感じだよ。アビリンク。4人は友達を作りたいね。うん、友達いないから無理だな。ほら、ティズ7レベルだよ。英雄じゃねえのかよ。すっぴん。そうだな。そうすると、何にしようかな。まあ、チャリオットがいいかな。いや、まずはでも、物理攻撃 20% も覚えたいからな。もういきなり、チャリオットにしよう。で、装備は素手。マジか。何が強いんだ。この、アイアンナックルは両手持ちだしな。で、バックラーで、頭がない。クロスアーマー。マジか。あれ、こっちがメインになってる。あ、こっちから行けってこと。あ、この武器持ってこうよ。剣とか。めちゃでけえな、この剣。一くらいあるぞ。なんかないかな。あさろう、イデアの部屋を。なんもなさそうだな。あ、なんかある。いや、違う、こっちから来たってことか。ティズさん、
どんだけ挨拶してんだよ。そういうわけ、よろしければ師匠、師匠と言おう。いや、しかしですね、残念ながら今弟子は取ってないんだよ。じゃあディズさんで、はい、言うてば。ちょっと参った。あ、まあ、格好は同じだしね。帝国兵だわ。いや、さっき何人か戦ったっしょ。面倒だね。やっつけ。うん、確か。何のほほんと都合。のほほん。これ距離どんくらいなの？めっちゃ近い気がするんだけど。いなくなれ。なんも何をやってるか。めっちゃ見える距離だと思うんだけど。さすがてでもせっかく。お、エンカウント操作率。うんうんうん。ああ、レンチャンバトルね。エンカウント率は、まあ別にプラマイゼロでいいでしょう。おし。宝箱が近くに見える。まあ、戦っていかないとボス勝てないからな、多分。おお、いっぱいいる。帝国何兵？魔導兵。ライトニング。槍兵だこいつは。くらえ。よーし。装備が欲しいな、装備が。何、鍵がかかってるって取れない。マジですか。なかなか良さそうなものが入ってんのか。そうするとお、ごっつい。マジか、もうめっちゃ見つかってんじゃん。いや、1、2、3、もう畳みかけよう。ライトニング、アイシクル、ブレイジングペ。ちょっと弱点を探しましょう。おらおらおら。縦攻撃。くらえって超強えんだけどこいつの防御力。おお。ライトニングだな。いや、これはもうバトル終了でいいよ。まあ、レンチャンバトルはレベル上げをするときに使う感じなんで、今は普通にやっていきましょう。そんな余裕もないし。お、ラウンドシールドだ。早速ティーズさんに装備させよう。武器が欲しいな、武器が。撲殺武器だからな今。おー、魔導兵がいる。魔導兵は攻撃で倒そう。で、ブレイブ2回使って、ライトニング。ファイヤー撃って。あー、つ死ぬ。よーし。ポーションが足りなそうだな。敵のブレイブアタックかよ。こっちのブレイブを使おう。まあ、ライトニングやっていけば倒せるし。マジックパワーかな。来てない。3発か。お、物理攻撃 20% アップ。よし。これってつけないといけないのかな。
アビリティ、戦闘民族、うんうんうん、渾身劇、あーやっぱつけないとダメだ、ダウジングは入れとこう。これか、いいねー。あれマグノリアって今何なんだっけ、すっぴんなんだっけ。縦兵がなやっぱりちょっと強いからな、ライトニング3回使って15使うからな、エネルギーエネルギーじゃねえやマジックパワー、うん、やっぱ3発かかるか、サイです。おおマジか、これサイですって残るの、うわ残る。マグノリア魔法使わないかんな、後だ万能薬でしか直せなくね。ポーションてかエーテル使わないと、うわーちょっとしか回復しない、50くらいか、結構厳しいかもしれない。左上は、敵の先制攻撃だ、マジか、やばい、痛い。戦うクレイジ、よしこれや、投げ笑い おお剣敵してるどんどん上がっていくな、よし 20% アップ、こいつも覚えた。20% アップ、どうしようかな、マグノリアも先にチャリオットにして 20% アップを覚えさせようみんなチャリオットだな。んーポーションは結構きついな、何もね、あーなんか怒ってたか。おバレルヘルム、ティーズは頭がないからな頭がないってなんか頭の悪い子みたいだけど、バレルヘルム、しかもあれ宝箱じゃなくて落っこってまったよね落っこってんのかよみたいな。ライトニング2回で倒せるかな。おお攻撃力が下がった、てか回復魔法がないのが痛い。左なんか落っこってるかな、落っこってるね、テレポストン。落っこってるやつは地図に表示されないんで、ちょっと自分の目で見ないといけないっていうのが大変だな。槍兵、ライトニング、ライトニング、来てない、よーし、おおポーション2個、これはありがたい。あっちの右上の方はなんかありそうだけど、ミトン、魔導兵、なるべくなマジックパワーも消費しない方向でいかないと。いいでー、ライトニング、こっちの右上何かあるかな、あれなんかあるっぽいけどいけない、結局無駄足だったか。
よし、先制攻撃って言っても先制攻撃だからこれでいいかな。危ない、ミスった。よし、じゃあ、お、なんか怒ってる、こっちの右上。500円。なんでお金が怒ってんだよ。縦兵、やっぱミスるな。うわー、倒せなかったか。よし、あれ、これはこのまま上に行くのか。結構広いな、帝国総司令部。帝国じゃねえか、エタルニア公国か。おお、先制攻撃。あ、エデアのもうマジックパーがない、しまった。こいつ使おう。戦技って何。お、これ何、マジックパワー使わないの。いっていっていって、よし、とりあえずマグノリアは戻そう。スピンに、スピンを極める。で、アビリティ 20% アップをつけよう。ダウジングは2人いらないっしょ。魔法にしとくか。ポーション19個。エーテルが、減ってく。なんか怒ってるか？何も怒ってない。天平さんだ、天平さん。敵もミスるな、たまに。何、残ったか。結構パワーある。適正レベル7から12ってことは、これあれかな、ボスと戦うときは12レベルの方がいいのかな。ちょっとこっちから見ていくか。うん、同じパターン。おお、縦攻撃。沈黙は勝手に治んないのかな。どれだけ沈黙してるんだこいつ。何も喋らない。ん？ああ、このまま行くとあれだな、宝箱を回収していこう。敵の先制攻撃か、マジか。いって、超減った。はい、で食らったら死ぬぞこれ。確実に行こう。うおー、やられた。これはちょっと待って。おーと、ライトニング、こいつは攻撃しかできない。ブレイブット4回使おう。よし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 、ライトニング。うわー、やっぱり弱いな。ライトニング、あぶねあぶねあぶね。一転してピンチになるからな、これ。とりあえず
フェニックスも何個ある ?2 個しかない。やばい。で、ポーションで、ほいほい、ほい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 。めっちゃ使った。これは何かいいの入ってる。エーテル。まあまあか。よし、ブレイブアタック。これで終わりだ。あの階段降りると確か宝箱があるような気がしたんだけど。よしこのパターン強い。なるべくポーションを稼いでおきたいな。うん、宝箱。ラメラーアーマー。とりあえず主人公ラメラーアーマー。魔法防御が下がるけど、まあいいや。こいつら小野兵か。おっと、魔導兵はやっぱり魔法に強いな。よしよしよし、だいぶそれらしい戦いになってきたな。最初の方経験値みんな1位とかしか来なかったのに。あそこなんか怒ってるし。ウェイブアタックか。ちょっとここは確実にこう、ライトニング3回。ライトニングがどれだけ早く出るかがポイントになるかな、戦闘の。よし、あれ、ここでなんかメインイベントになってんな。大丈夫か、ボスが出るとか。セーブ前にボスが出るのはやめてほしいな。何の音だ。あ、さっきのやつじゃん。あ、違うか、倒したのか。ペンダント。なんだよ、なんだよ。浮遊状が揺れてる。ああ。どうやら動き出すみたいです。え、逃げられる。大変だ。まあまあ、そんな。でも、て、わかってる。行くよ。さすがティズさん。へえ。いや、ユウはともかく。よーし。とりあえずこの先は危険だぜ。テントで休む。テントで休むのかよ。はい。同じ人だな。見分けがつかない。あれ。相変わらずイデアはめっちゃのほほんとしてんな。いいのか。そんなことしないわよ。さっき浮遊城が飛んでいくって言ってたのに。浮遊城は飛んでるか。少しは大人になったかと思っ。あれ、ユーお坊ちゃまは。へえ。それも、もう贅沢だな。なんでそんな。マグノリアはどっちです。コーヒー。ああ、月にはないんだ。ないんだ。飲み物だ。豆や葉を煎じたものをに水を飲むのに煮沸を必要とするような地、太古の時代には不老長。甘いお菓子をよりおいし。I don't have a clue what you're talking about。何？何なのこの黒。苦めな様子ね。そしてなんか、あい。紅茶はどう？うわ、何その高価そうな。さっきから発言。どれどれ。本当いいのか、このテントの中でこんなことしてて。コーヒーとは違う形の。アニエスもなんか突っ込めよ。濃厚なミルクがまた温ま
なんでそんなまったりしてるんだって。でも、水。よし、じゃあセーブをしましょう。この先は危険だぜ。用はない。あ、右になんか落っこってたから。おお、敵。3回攻撃するか。ライトニング。やまびこそちょうど手に入れたな。あー、取るの忘れた。300円。また金が落っこってる。これ適正12だけど大丈夫？49階の昇降機から最上階に出られるはずです。準備はよろしいですか？ OK だ。これか。これはどこだ？みんなもうすぐだよ。力を合わせて。そうはいかねえな。誰だ？おお、ジャン。偉そうになってるし。ジャン3レベルだったはずなのに。仲間を増やしたよ。聖教がありがたがる光の戦士。どうやらお前らは帝国にとって。となると、ユウ、この人裏切り者だ。いや、君があんなことをする。言っただろう。俺は最初からそのために騎士団に。今さらお前に何を言われようと。それさあ行くぞユウ。こいつなんかジョブ持ってんの？さあどうする。とりあえずじゃん。なんかあるかな、弱点。調べてみよう。ジャンを調べる。なになになに。じゃ、早すぎる。弱点なし。ヒットポイントいくつだったか分かんなかった。うん、あれ、なんか溜めたからちょっと防御しとこう。うわー、防御してこんだけ減るのか。アイスクル。弱点はないって書いてあったかな、そういえば。攻撃はのみ。うわぁ、マジかよ。一撃で殺された。フェニックスの方が1個しかない。劣化のウルフ。これが来たら防御しとかないとまずいのかな。なんか書いてあんな。攻撃力 125% か。あの必殺技を使ってくるまではちょっと防御だな。うおー、危ねえ。ここで畳みかけるか。渾身劇。渾身劇ってタダで使えんの？で、イデアもちょっとラッシュをかけるか。で、ブレイブ。間違えた。調べてしまった。あ、じゃん。うわ、劣化のウルフ。あ、そっかそっか。大丈夫か。畳め。ここは防御だな、そうすると。お、向こうも防御してきた。甘い。渾身劇。で、マグノリアはちょっと一回回復に入ろう。ポーションで、戦うと。で、ブレイブ。こいつも渾身劇でいこう。畳みかける。くらえ。
よしよし。クリティカル出た。しぶとい。おお、向こうもデフォルトしてきたか。甘い甘い。イデアはまだマッチパワーはあるな。で、マグノリアはちょっともう一回回復させよう。2回回復させるか。ポーション使って半分こしよう。いや、半分こする必要ねえわ。傷を回復させよう。そのまま。危ねえ危ねえ。これでどうだ。うおー、危ねえ。なんか劣化のウルフビビるな。食らうかと思う。本進撃強い。いい加減くたばれ。よし、大丈夫か、あっちゃん。大丈夫か。お前がやったんだろ。俺はただ、それが、そんなんじゃ。リザレクション。何リザレクション。おお、回復者は2000。そら、こんな風にな。遅かったじゃねえか。まあ良いではないですか。間に合ったのですから。これは裏切り者その2だ。お前死んだんじゃないの。ニコライさん、よかった。いや、どう見てもこのパターンは、ね、裏切り者だろう。私としては望まぬ。この戦いから手を、あれほど申し上げた。もはや隠し立てする。ならばはっきり申し、私もジャン同様帝国の人間なのですよ。なんかスパイばっかりだな。じゃあ俺にかけてくれた。いいえ、私も君と敵だから、あそこで死んだふりまでして君に手を引かせようと思ったんです。死んだこと確かめなかったんだ。どうやらそれも誘導だ。この戦いからさもなくば、あなたたちのことも。ニコライのおっさん、そういったところでお前もあっけに取られて。グランツ帝国フェンサーのアスタリスク所持者、同じくビショップのアスタリスク所持者、堅牢のバイソン。じゃあもうあの頃には。ネメシーはよ、今は戦いに集中するんだ。でもユウ、今のあなたには。うん。切り替え早いな。聖教騎士団三重士リーダーユウ、新たアニエ様、その名に。連戦マジかよ。どうする。とりあえずどっちか倒したいからな。ちょっと時を止めよう。スタープラチナザ・ワールドって感じです。で、ニコライが厄介そうだな。時間停止です。頑張りましょう皆さん。全力だ。お、強い。よし、もう一回使おう。限界突破だ。おお、これ一人しかできないのか、時を止めるのは。ちょっとピンチになった時もあるからな。とかこういうつらい間に音楽が止まっちゃいそうだから。まずニコライさんだな。お前を殺す。おー、劣化のウルフ。あー、魔法は効かない。デフォルトデフォルトデフォルトでしのぐか。おー、危ねー。で、ブレイブをかけて。ニコライ回復してきそうだからな。なんか
よし。あー、やっぱヒール使ってきたよ。450も回復するの。これでだって200くらいだろ。これ畳みかけていたろ次。よし、これ畳もう。全エネルギーを使う。ここでこれで倒せなかったら終わる。アイテム、エーテル、うおー、いけ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 。うわー、ガードしてきたよ。え、なんだよ。マジかよこれ。どういうことよ。ひどすぎるんだけど。いって、すべてが無駄になった。うわー、やられた。マジですかこれは。これで終わりだ。あっぷね、もう超時間かかったよ。死んでるし、一人経験値400の手に入れたのに。三刀流を覚えた。いやマジか、ディバインナイトははめられたな。フェンサー、おお、万能剣士、烈火のウルフ、ふんふんふん、おお、探検と剣が、まあ、完全に剣士系っすね。もう一個は、もう一個、おお、ようやく揃ってきたな。ビショップ、同じ魔法を2回唱えると威力倍増、神聖魔法が得意、おすすめは杖。これでようやく回復魔法が使えるか。
どうした、とどめを刺せよ。ちゃってアマちゃんがコンクロ、この構造使ってきたっけここまでみてえだ。何も言わずに去っていったニコライのおっさん。でもアスタリスクはパクられたっしょ。寒そう。いけない、浮遊場だ。じゃあニコライさん、ユー殿、私と君は君の道。じゃあなユー。じゃあなとか言ってるけど、お前らジョブ使えんのかよ。出会い、共に笑い、もうでも希望。君はこれ誰お、今から始まりもしややたら長いオープニングだったなカット。第1章つまり俺たちの使命とは、つまり今までは完全なオープニングだったわけだ。これ誰、あれできたな。あれ、神泉じゃん。だがこの剣聖神泉、何者にも止められ。あれがこんなしょぼい船でブレイブの仇。そうせかせな椿。お、ならばまずは彼女のもとへ。浮遊者ユウ、シャキ、俺たちは少なくともユウ、皆さん今回のことはユウ、きっとユウ、私だってそうだよ。皆さん、え、アニエス、浮遊場がどさあどこに向かっているのか。まあこっからだからな、わかんないと思うんで。アニエスのいる場所から何が見える？窓から見えるのは見渡すか。あれは、あれは何でしょう。お、そうですね、緑色、うん、ナダルムクドリの特徴っぽいかな。すごい。あ、あとですね、おそらく東か。ごめんなさい。あ、なるほどね、ありがとう、はい。暖かくなってきたって部屋の中でわかんの。アニエスの情報をまとめると、次にだんだん暖く、ナダルムクドリの特徴っぽい鳥の姿。この時期ナダルムクドリが見られるのは、なだらけし大陸か。だったらガテラテオに港があります。ネトフレ招待。フレンドがいないだと。うん、フレンドはいないね寂しいことだかよというところで、ようやく序章が終わったみたいで、ここからが本番のブレイブリーセカンドですね。まあ、ジョブもとりあえず今何個だ、全部ですっぴん合わせて1,2,3,4,5、5個になったんで、なかなか選択肢の幅が広がりましたね。というところで、では今回はこれで終了したいと思います。